今回メビウスの2人が訪れたのは県北部の三好市です。寒さが一層厳しさを増すこの町で彼女たちが向かった先とは。ここ何、緑の物体が、え、何これ。おはようございます。おはようございます。ちょっとそっち行ってみてもいいですか。どうやって行くんですか。ここ傾斜がすごいよ。急な斜面を下り皆さんの元へ。一体ここで何が行われているのでしょうか。今何をされてるんですか。あ、今ここで苔を栽培してます。苔、苔です。彼らが行うのはなんと苔の栽培。実は今この苔栽培が新たな農業ビジネスとして注目されているそうなんです。特殊な方法で栽培してるんですけど、はい、こんな感じのいわゆるあの防草シートなんですよね。これ自体がですね、シートに種をまいて、はい、そうするとこう苔が生えてくるという。へ、はい、普通苔って日陰とか湿気を好むんですけど、この苔はあの逆にあの太陽と乾燥を好む苔になってまして、ほとんどあの自然の雨とかで十分で、基本的にはあの放置の状態なんですけど。新潟市の会社が開発したこの砂苔シートの技術を受け継ぎ、去年9月から栽培をスタート。ところでこの苔は一体何に活用されるのでしょうか。例えば JR さんの横とか、こう雑草がこう生えてほしくないようなところですとか、あのこういうあの糊面とかもこういうところに貼ると数十年は緑の壁みたいになってずっと草が生えてこないので、そういったところに使ってます。マリンチの庭とか雑草だらけなんですけど、あ、そうですね、苔庭にもしてるところもあるので、はい、そういった使い方もあるんですね。緑化としての美観を維持しながら雑草も防いでくれる砂苔シートは、草刈りや除草剤を大幅に軽減するのはもちろん、 CO2 の削減といった環境問題にも効果的。さらに栽培地にここ三好市を選んだのも大きな理由がありました。耕作放棄地、まあ、ここももともと田んぼだったらしいんですけど、もうずっと何も作ってなくって、ただひたすら草を刈るっていう、本当大変なんだって言われてて、じゃあ使わせてくださいっていうことで、あの今農業ってこうなかなかあの儲からないって言われる方がすごく多くて、やめていってどんどんこう何もしなくなってるんですけど、そういったところの活用ですとか、これだとあの米を作るのと比べると数十倍の利益が上がるので、あの若い方とかが参入してこられても十分こうやっていける農業なので、そういった意味でもどんどん広げていきたいなと思ってやってます。あ、いいね。私たちもあのミュージシャンやってて、はい、たまに暇な時あるんですけど、できます、ね、木造で始めようかな。水やりなどの心配もなく、ほとんど手入れがいらないこの苔栽培。ここに集まるメンバーも、左の帽子の方は株のトレーダーやってそうじゃない。違います。あと、違います。違います。本当は、本当は鍼灸師の方を、やってるんです。手が空いてる時にここに来て、ね、はい、作業されて。そうです。そうなんですね、はい、じゃあ女性の方、かわいい。かわいいね。これは間違いなく保育士さんだな。ね、なんかトランペッターと、なんかライブ配信とかライバーとかやってます。ライバルじゃないですか。いやいやいや、難しいな。ブドウ農園経営者。違う、違う、ピオーネ、ピオーネ、ピオーネ。正解は、正解はのシステムエンジニア。かっこいいじゃないですか。耕作放棄地を新たなビジネスの場に。人工的に栽培する苔が地域や企業、社会が抱える課題解決につながればと始まった4人の新たな挑戦。現在三好市内の2カ所の土地を活用し、彼らの作る苔がすくすくと成長しています。米の育苗箱なんですけど、はい、育苗箱を使ったあのトレー栽培でこの大きさに切ったシートにまた今苔を生やしてる。同じ、あ、さっきと同じものになります。使い方がちょっといろいろあって、はい、箱に入れてこれ自体であの商品として販売したりもしてます。このほか
春に向けて苔玉なども制作予定。三好さんの苔の魅力を発信するため、新たな販路拡大を進めていきます。最後に微力ですがメビウスの2人もお手伝いさせていただきました。最初はどうしても種が飛んできて、はい、小さい芽が出てしまうのでそれをこう取ったり。でもこのぐらいしか生えてこないもんなんですね。防草シートなので芽が張らないので。ああなるほどね。あそっか。でも週に 1,2 回でこういった栽培ができるとなると、うん、お年を召された方でも農業されてるからするとほぼ作業しないぐらいの。そうですね。肥料とかもいらないですよね。いらないですね。もう本当に放置。じゃあ追いごけいきます。はい。この辺ですか。いやこ結構風でなびいて飛んでしまう。ちゃんとかかるから。うまい。うまい。はい。さすが。やどうかな。いや自分で始めるんだ。副業。本当に簡単で若者でもできるものなので、あの僕と同じ世代の子らが、まあ、みんなこっち三好に帰ってきて一緒に、ね、あの農業できたらいいなと今考えております。見た目も綺麗なんですけど本当に環境にいいもので、あのいろんな問題も解決できるので、各地域で育った苔を各地域で敷いていきたいので、これから全国各地域でこういった苔農家さんを増やしていきたいですね。苔の可能性を感じますが、引田さん、苔といえば苔にまつわる面白い話があるんですよね。はい、あの苔って苔むすって言いますけれども、あの英語のことわざでね、その転がり続ける、石は苔むさないっていうね、うん、ことわざがあるんですよね。これって主にあのアメリカだとあの古びない、転がり続けると古びないって意味なんだけれども、イギリスだと、まあ、あの成果が上がらない、苔がむさないっていうのは成果が上がらないっていうね、真逆の意味なんです。まあ、日本で今回こうやって見ると苔むさないっていうのは利益が上がらない、利益が上がるだけじゃなくて見た目も環境もいいし、友達とや仲間と楽しくやれるとかね、新しい価値が生まれそうですね。そうですよね、うん、この新しい苔ビジネス今後どう変化していくのか注目です。